い、皆さんこんにちは、ぜんちゃんです。というわけで今回めちゃめちゃ気合が入っています。さあ本日、やっていく内容の紹介なんですけど、まず、累計契約書を回収し終えたのでそちらを引いていきます。その後に TS の40連目確定が残っているので、その40連目を引いた後に福袋ですね、パワープロの日記念の福袋が開けているので、そちらを回します。で最後にグレードアップ引くと思うので、今回はそういった流れでやっていこうかなと思うんですけど、今回大事なのが後半ですね。先日動画であげたんですけど、ホークス純正、こちらをですね、急いで強化していかないといけないので、まあ、福袋そしてグレードアップが大事になってきます。なので契約書はパパッと引いていきますか。狙いはスアレス選手、そして岸選手ですね、まあ、スアレス選手は確定で取りに行こうかなと思っているので、まあ、ここで岸さんかスアレスさんが出たら、まあ、勝ちかなと、そんな感じです。でホームランダービーなんですけど、自分はですね、初級、中級、上級はそのままでやって、超級だけ3倍使ったらすぐ終わりました。結構このやり方おすすめです。ぴったりね、ほぼぴったり終われると思います。ということで伊藤光さんですね、まあ、岸さんは諦めて、サレ選手確定で取りに行こうかなと思います。まあまあ今回ね、これはどうでもいいんですよ、ぶっちゃけ。もうサレスさえ取れればそれでいいんで、まあ欲を言えば、そうですね、 A ランクがあと1枚あれば極みにできるんで、まあ、A ランクのサレスがおまけでついてきてくれたら嬉しいんですけど、まあそっちで運使うより、後半の福袋でね運使いたいんで、まあ、そんなに期待してません。まあスアレスさえ取れればそれでいいんですよ。まああれですね、阪神の自チームとかでも A ランク取れるんで、それがやっぱり現役選手で出てる、現役選手の通常で出てる選手は大きいです。ということでスアレスを回収ということで、スアレスも急いで育成したいなと思います。さあ問題はこっちですよ。この10連福袋、内容を確認していくと、お一人様4回限りということで最大40連引くことができます。購入2回目と4回目 S ランクの自チーム選手1人確定で、こっちが美味しいですね。 S ランクが出たら自チーム選手確定ということで、確定外から S ランクが出たらそれも自チームの選手ということで、まあ、この40連でどれだけ確定外で S ランクを出せるかが、このガチャのまあ、大事なところになってきます。で前回見せたんですけど、現在の獲得状況がこちらですね、モイネロ選手、石川修太選手、栗原選手、武田選手、和田選手、岩崎選手、この6人が必須になってきます。で和田選手と岩崎選手はグレードアップで、狙うことができるので、まあ、まだいいんですけど、この4人の選手はなんとか福袋で当てないといけないんで、ちょっとこの福袋がねかなり大事になってくるんですよ。それでは深呼吸をして行きたいと思います。さあ行きましょう。まずは確定外から S ランクを出せるかどうかですね。この S ランクが出たら S ランクじゃない S ランクじゃない、もう頭おかしくなっている自チーム確定という美味しいガチャで、確定外から S ランクを引けないのは結構痛いです。まあ、最悪かぶったとしてもね、ミキサー要因の圧縮要因にもなりますし、いや S ランクなんとしてでも出したい。笑ってくれ。いやー来ないかな。まあ、20連目40連目で2枚引きとかもね、可能性あるんで、まだ諦めてません。まあ、グレードアップでもなワンチャン S ランク出るし、 A ランク無駄に出るな。この A ランク出るぐらいだったら S ランク欲しい。ちょっと S ランクは出せませんでしたね。それでは20連目いきたいと思います。まあ、まず確定ですね。確定で、ニューの選手を出せるかどうか、ここがすごい大事。なんとしてでも栗原選手、石川修太選手、モイネロ選手、そして、武田翔太選手、ここは当てないといけない。ちょっと確定じゃない、演出はぼちぼちあるかなぐらいです。おー、ちょっと待って、当たった。ニューの選手、できればその4人の選手でお願いします。他にも持ってない選手いるんですけど、ちょっと当たったら期待しますね。いやマジで怖いよ、2枚引きもあるからね。ちょっと1個1個大事に。来ない。8来る。あー今か。9。あー最後だけですね。さあニューの選手は確定ですが、誰が来るかお願いします。よかった、オッケー、とりあえず取れた。石川修太選手も絶対最強決定戦で必要ですからね。いやよかった、とりあえず1人取れた。いやーこれはホッとするな、1人取れるだけでホッとするな。でまあ和田選手と岩崎選手も必要なんですけど、まあ、グレードアップでね、なんとか取れるんで、できれば和田選手と岩崎選手は福袋からは、まあ、出なくていいかなと。その2人はもうグレードアップで引きたいですね。さあ30連目演出が渋い。確定外から出せないの痛いな。これ飛ばないかな。ああもうフルゴミ演出ですね。スキップしてやる、どうせ出ないこんなの。期待してもないよ、いいよ。さあ最後となってしまいました。いや確定外から出せねえな、確定外からが本当に大事なのに。いやーもう一回幸子来てくれたら
ニューの選手確定なんですけど、2枚引きないかな。なんかもうこれ60連ぐらいあってほしかったわ、この福袋のガチャ。40連じゃちょっと少ないな。確定が2回あるとはいえ、確定外から引けない気がするもん。いや確定外引けなさそう。しかもサチコ出ないからニューの選手かもわからないしって感じですね。いやーちょっと安心感がない。今2枚引きもない。お願いだからニューの選手を引かせてください。 A はめっちゃ出るんだよな。ということで最後いきたいと思います。さあ3人の選手獲得なるか。いきます、来いニュー。いやー被ると思った。もうサチコない時点で大体察しますよね。ということで、まあ、1枚出たからいいでしょう。グレードアップ切り替えて引いていきたいと思います。まあ、グレード4ぐらいまでスキップしていいかな。どうせ出ないですし。そうだから特訓 1.5 倍も来てるからね、すぐ育成したいんですよね。もう特訓 1.5 倍待ちすぎて、もう楽しかったです、まあ、育成してて。うわもう A ランクのレベマ1枚と B ランクのレベル1で十分じゃんみたいな。ちょっと待って、これ演出あるよ一応。 S ランク来ないかな、来ないかな、ちょっと来なさそうですね。まあいいや。あでも最後だ、 GA 確定。おお笠谷選手、笠谷選手はただ S ランクが今シリーズは出てない。さあ4連目いきましょう。まあスキップでいくかな、どうせ B ランク期待してませんですね。いや栗原選手が本当何としてもいるんだよな。さあここから大事です。GA はまあ誰でもいいんですよ、称号用になるから。ただ中村明の選手が、中村の明の選手って言っちゃったな。中村明選手が今何枚あるかな、3枚ぐらいかな、多分2枚ぐらいはないと極みにできないんで、まあ、中村明選手の A ランク出てきたらラッキーぐらいですね。運良ければね、この最後で S ランク引いて GS っていうのもあるんですけど。東浜さん超あるんだよな A ランク。さあ、グレード、6かな、いきましょう。いやほんと確定外から1枚もないの渋いよ。いや1枚もないの、福袋も40連回してグレードアップも回してるのに、まあ、一応飛びますと。 S ランクはありません。グレードアップって結構美味しいガチャなんですよね。 GA ももらえるし、ワンチャン GS も出るし。今見からの今見、好きか大好きか今見。ということで最後いきましょう。これ 30% だよね、あ 50% か、 50% で、まあ、和田選手か岩崎選手なんで、ちょっとね岩崎選手昨日バリア選手に持っていかれましたが、もう完全に抜けフォークでしたねあれ。もうプロすぎだったらびっくりマークがついてるぐらいの抜けフォークをもうエチバリア選手で完璧に持っていかれましたけど、まあまあまあ、まあ、守護神ですからね。まあまあ最近は本当投手陣良かったですし、2枚引きありそうだなですよね。梅野さん GS ではないと。いや自チーム欲しいんだって。あちなみにあれだな、他球団の欲しい選手言ってなかったな。まあ出るでしょうホークスの選手。うっと、いやマジか、出ないのか。いやこれグレードアップ追加で回さなあかんやん。てか今阪神の選手2枚出たな。阪神が自チームみたいな引きしたけど違うんだよな。さあまたグレード4ぐらいまでは演出飛ばしていいかな。 A ランクですよね。また阪神出てきた。え俺自チーム間違えてる、えホークスだよね。おまた A ランク、いや熱いよ。おしかも最後、あーいや S ランク期待した今。もう最後までいって S ランクだったら GS っていう、もう神ガチャですからねグレードアップは。さあここから演出見ていきましょう。さあグレード6、また S ランクはないか、ちょっと確定外から引けなさすぎ。中村明選手の A ランクも出てないよ。おここから A ランク、山田信義さん、泉さん、なかなか狙った A ランク来ないですね。ということでグレード7、2回目。さすがに GS 来てくれ。またワンチャン2枚引きあるな。あ、ないかな。今、確定が2個かな。演出的に言うと。あ、当たった。さあ、岩崎選手、オア、和田選手、確定ですね。いや、それ当たってもらわな困るよ。うん、よかった。おー、2枚引きかと思ったが。おー、いや、秋山さんもよう出るな。阪神の選手出すぎじゃない？同じ黄色い球団だけどさ。さあ、確定だけですね。さあ、どっちが来るか。和田選手 OK。 いやこれはでも岩崎選手まで取っとかなあかんな。さあとりあえずちょっと今回の動画はここで岩崎選手を取って終わりたいなと思います。まあ取れるか分かりませんけど、下手したら和田選手もう一回出てきちゃいますからね。いやグレード3周目でまあどっちも取れれば早い方かな。お周東選手、あーグレード6もどうやら確定外からは来そうにないですね。栗原選手からのマッチ、いやダメだ、中村明選手も引けない。
ということで一旦今回はラストかな。ここで岩崎選手出して終わりたいと思います。お願いだから幸子来てくれ。幸子来たらもう岩崎選手確定です。いや演出渋いな。2枚引きも期待できないかな。どうでしょう。いやもう当たるかどうかなんだ。いや、まあ、2枚引きって欲張らない、欲張らないから安心させてくれ。バットに当ててくれ、お願い調子くん。いや当たんない。いや怖いぞこれ、外したな。こう和田選手出てくるの一番辛いか。いやでもまあ最悪ミキサーできるからな。いや他球団が一番辛いよな結局。うん、他球団引くんだったら和田さんかぶってミキサーした方がいいしな。最後どうでしょう。いやー本当にそうなったし。いやもう一回引くか。さあ4周目ですよ。4周目暴走モードでグレード1から頑張ろうと思ったんですけど、グレード4まで安定のオール B ランクでした。白確定外からコン言うとんのや。調子くんなんかバットに当てる練習とか言ってたのによ公式のツイッターで。全然当たらんやないか。1回しか当たってないよ。なんならあの TS のストレスの時すら当たってないからな。あんなもう幸子演出、幸子確定演出みたいなもんなのに。さあバーヘーゲン、バーヘーゲン、バーヘムナさん、今見えめっちゃ出るな、まあ、パワー型にせんといかんのはわかるけども、もうあんだけ A ランクあれば絶対決まるんよ。いやーもうダメだ、もう今回は流れが悪すぎる。いやーもうアッキーラの A 出らん本当に。いや本当に最後行こう。ちょっと岩崎選手お願い幸子。いや調子くん絶好調からの、待ってこれ2枚引きあるな、2枚引きある。いや2枚引きなんてどうでもいいよ、岩崎選手が出るかどうかなんよ。いやお願い当てて当てて安心させて。あーよかった当たった、よしオッケー、岩崎選手確定です。なんとか確保できた。いやよかった、これ以上沼ると本当にきつかったわ。危ねえマジで、ホッとするよホッと。おー村林選手さ確定外からも、ちょっと最後にミキサーやりたいですね。さあ3枚引きはならなかったですが、岩崎選手獲得と。いや十分です、いやもう本当に十分というわけで、もう本当に最後です、もうミキサーで終わりたいと思います。中島さん、ちょっとこの TS の2人の選手もかけます。伊藤博美さんもちょっとかけちゃいます。最後に圧縮したいからこの5人でまずいきましょう。狙いはもう本当にモイネロ、栗原選手、武田選手、もうこの3人です。この3人、いや1人でもいいから引かせてくれ。多分2回ぐらいかなミキサーは。お願い引かせてくれ、お願い。確率は結構渋い、だって21分の3だもん。来い、いやマッチ、いやしゃあないしゃあない、もう圧縮するまではしゃあない。じゃあもう1回普通にいけるかな、どうだろういける。あーもう圧縮せざるを得ないかな。いや圧縮するか、これでいく、これでいきますか、いきましょう、いきます。お願いこれがラストです。うーん全員確保とはならなかったんですけど、せめて残り2人にしてちょっと後につなげたいよね。お願いします、本当にお願い。圧縮してる、結構圧縮してる。ここで全部が決まると言っても過言ではない。来い、あー終わった。